今回は近距離のスローイングを覚えていく練習方法となります。ここでの練習は実際にゴロを転がしてもらい、そこからステップを踏んで投げていく、こういった動きになっていきます。ここでの動きは内野手のショートを守る選手に必要な動きとなってきますので、ショートを守る選手はこの動きを覚えてくるとゲッツーを取る際に安定したスローイングが行えるようになっていきます。ここでの注意ポイントは、捕球からステップをしていく際に頭が左側に流れないこと、しっかり捕球からステップをしていった時に股関節に重心がしっかり乗っている状態を作って投げていくように意識をしていきましょう。それでは練習方法をお伝えします。ベースボール1